ボートレス勉強会。ボートレースの全然知らないファンの方が結構増えてきたりとかして、はい、もうちょっと初心者講座をやってくれないかっていう声だったり、確かに。でもまだまだピーちゃんもボートレースの知識、はい、まだまだですよね。まだまだです。今後ボートレースの仕事ももうちょっと増えてくるんじゃないかと思うんで、そうですね、ちょっと勉強しようと思って、はいはい、今日はクイズ形式でいろいろ管理人が出していくので、はい、答えていただいて一緒に勉強していきましょう。了解。全然当たんなくても怒んないでください。どうぞ。私自身の勉強も兼ねてですもんね。いろいろ知識を知った上で当てるともっとこう自分が当てた感が出てもっと当たりが嬉しくなると思う、うん、リュレン早っそんなすぐボートレースは3周走って競う競技なんですが、1周何メートルでしょう。これ全然違ったら倍おもろいな、うん、では正解をどうぞ。600メートル。正解は600メートル。やったー。ほらなんかそんな感じがした。すごい、なんか数字こうなんかこう来て、はい、展示の時かな、なんかこう出るときに、なんか600やった気がしました。すごい。やったやったほら。600メートルを3周回る1800メートルのレースになります。問題。はい。全国のボートレース場は何会場あるでしょう。全国でしょ。全国で、。ちなみにヒントを言うと、一番上のレース場が桐生です。群馬県。群馬県。それより上にはレース場ってないんですよ。これは合ってるか分かんないけど、凍ったりするからっていう話を聞いたことがあります。あ、季節的に。なんか寒さ。どうぞ。13。え？違う？正解は24畳です。そんなにあったっけ？そんなあるんや。そんなあります。20何箇所？悔しい。もうちょっと簡単なのください。問題。まずこれを書いていただきたいんですけど、1位の234の全。うわ、私ねこれいつもねみかんちゃんに聞いてるんです。これが何点になるかをですよね。答えていただきます。こうやな。はい、ではどうぞ。12。通り。正解。はい嬉しい嬉しい。そう、でもこれが難しくなるが、うん、なるのが1、2の234の全とかなると もっと難しくなる。確かに。どっか1個が1点しか選んでないと簡単なんですけど、本当、うんうん、数学。そうなんです。え、こっちから質問していいですか。あ、どうぞ。例えば1、2、3、9とかあるじゃないですか、はい、あれわかんない。え、どこで9を見たことがあるんですか。 YouTube ライブでコメント見た時に、はい、自分はじゃあ1、2、3、9ですって言って、9ってなんだろうって絶対に。すごい。九って全のことなんですよ。全九。昔電話投票って言って電話のあのまだダイヤル式で投票ができた頃があるんですけど、うんうん、その頃に全が九番だったんですよ。だから九なんですよ。え、じゃあ1、2、3の九とかやった方がかっこいいです？はい、いや全ですね。多分みかんちゃん知らないからもう言っとこう。今度言ってみれば。うん、私123の9かなって、うん、あんまりあの言う時にはあんまり見たことない。書く時には見たことない。確かに確かに。ちなみにじゃあ今の問題でいくと B は分かります。 B?、うん、12なんとかの B? 124B B はボックス。ボックス。おい問題、うん、急にボートレース、あの川とか海とかプールとか湖とかでやられてるんですけど、3つの水があるんですよ。水質の海水、淡水、あと1つ。え、そのボートレースの走ってるそのレースのお水の成分ってことですか。まあ、海だともちろん海水だし、その川だと淡水なんですよ。川でボートレースするんですか。江戸川とか多摩川とか。私が言いたいことは、うん、塩分が入っ、うん、
半分ぐらい入ってる水のことを言いたいんです。でもそのお水のことが分かんないから軟水。柔らかい水ってこと、うんうん、ああなるほど、うん、正解は、うん、汽水。知らない。それぞれ特徴があって、海水ってやっぱ浮力がつくんで、そうですね、浮くから、そう、海水ってことは波があるんで、うん、まあ、それが結構コース有利なコースとかスタートに影響がとかが、まあ、海水の特徴の一部で、淡水が水質は結構硬いんですよ。水質が硬いとモーターに差が出やすいって一応言われてます。モーター調整するんですけど、で汽水っていうのは、まあ、海に近い川みたいなところなんですよね。汽水って天候が荒れやすかったりとか、風が出たりとかするレース場で非常に乗りにくくて難しいって言われてる。はい、6艇の色、1号艇から6号艇まで、はい、やばい、これどうしよう、間違ったら強制終了しますね。運転どうぞ。はい、読んでて。 1号艇白、2号艇黒、3号艇赤、4号艇青、5号艇黄色、6号艇緑。正解。おい、やったやったやった。だいぶ迷ってましたね。2号艇迷ってましたね。え、2号艇迷ったけどコンさんが出てきた。そう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 、本番のコンさんが2号艇です。これみかんちゃんできるかな。バカにしてる。問題、はい、レースにはグレードがあるのは分かりますか。グレードさん、あー、ランク、はい、え、待って、うわ、予想しなさすぎて、なんかいつもそれ聞いて、全て書いてください。ちなみに5つです。 SG とか。あ、そうです、そうです。うわ、え、全部こんな感じですか。うん、競馬とかでも聞いたことあるかも。え、ヒントください。今一番上が SG ですよね。これですね、トップですね。次からは1、2、3みたいな数字で言うと S1。 あ、そう、まあそういうことですね。 F1 書いてあってください。わかった、1個出てきた。 G1 いきます。はい、もう合ってんじゃないの。読んでて、上から SG、 はい、G1、 はい、これもなんか聞いたことある。 S2 で、さっきなんかボクシングかとか言ってたからK1 と、もう3つだから SG。 これはひどい、残念。なんで SG、G1 まであってますですよね。ここまでは聞いたことある、はい、SG、G1、G2、G3、 最後は一般戦って言います。あれやりましょうよ、買い方の3連単はどう買うかとか、2連服とか、うん、多分今基本的にメインでやってるのが3連単、うん、2連単を多分メインにやってるんですけど、3連服、2連服は分かりますか。分かんない。あ、3連服、2連服分からない。やったことない。3連服っていうのは順番が関係ないんですよ。1、2、4のじゃあ3連服を買ってたとします。1、2、4です。じゃあレースがどうなったら当たるかっていうと、1着が1、2、4はもちろん当たりなんですよね、うん、で1、4、2でも当たり、うん、その3着が3着、3艇が3着以内に来た時点で当たりなんですよ。あ、124か142、214でもいい。え、でボックスじゃないんですかそれ。そう、ボックスみたいなもの。へぇ、当たりは。え、でもボックスとは違うんですよね。ボックスとは違います、配当は違う。あ、そういうことか。買い方的にはボックスと同じような買い方だけど配当が違う。そう、当たりはボックスと一緒、見方的には、うん、レースの見方的には、うん、3連単って全部全通り買うと3連単は120通り、うんうん、で3連服は20通りしかないんですよ。あ、そうなんですね、はい、でちなみに2連単が30通り、うん、2連服が15通り、なんで全部買おうと思ったら1500円買ったら2連服は絶対当たるってことなんですけど、やっぱそこはうまくできてて、で1500円で絶対当たるけど、やっぱり返ってくる額もかなり低いんですよね、うん、え、これは3着予想しなくてもここが当たったらいいんですか。そうです、2連服なんで、で服と単の違いは、単が順番通り、うん、服が順番は問わない。あ、はい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 。でこれプラスもう一個、隠れん服ってやつがあるんですよ。隠れん服、はい、それは競馬で言われるワイドっていうやつなんですけど、それっていう、あの、あれに書いてます。あるわ、見たことない。隠れん服も15通りになります。3着以内に入る2艇を当てるんですよね。
で、かくれんぷくは2手を選ぶかけ方なんですけど、どの場合が当たりかというと、かくれんぷくで1、2を買ってた場合、1、3を買ってた場合、2、3を買ってた場合、その1、2、3の中に入っている2つを選んでれば当たりなんですよ。ははは、こう複合しないってことですよね。1のとこを4に変えてみましょうか。になったとしても、さっきと同様かくれんぷの2、3は当たり。これいいですね。でも、もうものすごくやっぱ安い。安いんだ。ボートレースの4つの階級について問題です。はいはいはい、これはまあ大体合ってればいいんですけど、ボートレーサーって約1600人ぐらいいるんですけど、で1600人の振り分けなんですけど、何パーセントずつか。ででん、まず A1 の選手が 30% ぐらい、まあ、なんか3割ぐらい、全体の3割ぐらいはいるかな。で、意外と A2 が少なさそう。ここからここに上がるまでよく見るって言ってましたね。 A1 の選手はよく見るからってことですね、うん、そう見る。でこの過程が難しいんじゃないかと思って。あ、なるほど。こんだけ絞られてて B1 ここが一番なんか多そうじゃないです、うん、ここにも上がれるけど、やっぱここまで行くのが難しい人みたいなの 30%。 一応これ正解言います。一応 A1 が 20%、 うわ、 A2 が 20%、 B1 が 50%。 え、ここ一番多いんだ。 B2 が 10%。 え、惜しい。全部、B1 が一番多いんだ。やっぱここからここのって考えると、やっぱりその B1 の選手っていっぱいいるってことは、その中に上手い選手も差もいっぱいあるっていうことを、 B1 だからって結構買ってしまうこともあると思うんですけど、うん、勝率とかをしっかり B1 の選手こそ見ることが大事かなと思います。幅ありですね。じゃあここ、そうですね。それで今日はこんなところで、はい、またコメントとかで教えてほしいですね。これについて話してほしいとか。確かに、私はでも疑問に思ってたことが今解決できたんで。どれですか、一番疑問に思ってたことは。9 あんまり予想に関係ない、ね、9。知らなくても楽しめるし、知ったらさらに楽しめるっていうのがボートレース魅力かもしれないですね、はい、ぜひ皆さんボートレースチケットショップ宮城さんに遊びに来てください。チャンネル登録よろしくお願いします。あの声私入ってないですよね。あの声入ってない。悲しい。今ので被せときます。よっしゃ。いい声で撮ってます。おじさんめっちゃ苦労する。いいのよいいのよ。全然合ってなかったよね。いいのよ。 iPhone で送ります。チャンネル登録お願いします。